バックの企画ですから、もうこれはアップしちゃいたいなと思います。カラーメッシュってやつですね。これカパッてはめるやつです。これでパーマをかけます。はい、なるべくちっちゃいの選んでください。まず薬剤はAmazonで、僕が指定した薬剤を買っていただければいいかなと思います。指2本まで集めます。そして、ここをペーパーで包んじゃいます。和紙とかペーパーで包んじゃいます。ちょっと長めの和紙を使っていただいて、このままくる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 って丸めていきます。いいですか、ぐる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 って痛くなるまで。そしたらこれカポッてはめるだけです。カポッ、最初に外しといた方がいいですよ。そして先っちょからくる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 って、しっかりこれ濡れた状態を作ってくださいね。スルッて抜けちゃいますから。で巻いたらここをカポッ、真下じゃなくてちょっと前に持って顔に包み込むような感じに、ここをくる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 丸めてカポ。これいろいろ応用できますからね。これで終わりじゃないですからね。皆さん勘違いしないでくださいね。これでパーマ液つけて終わりじゃないですよ。そんな簡単なこと僕は発信しないん で、この状態にパーマ液をつけます。これパーマ液なんですけど、目に入っちゃうとかなり危険です。ちょっと防御してほしいんですよね。サイドは自分でタオルを持ちながらやってください。1回2回つけます。こっち側はもう同じように、はい、つけます。ラップもしなくて大丈夫です。よく美容室でラップをしたりとかキャップをかぶせたりするんですけど、必要ありません。15分放置して1回様子を見ます。自己責任でお願いします。はい、自己責任取れる方のみこれを真似してください。このぐらいかかってるの、綺麗にかかってますよね。パーマ、この薬を使えば間違いがないです。自然な前髪のパーマをかけるにはこうじゃないんですね。まずはブローします。と思うかもしれないですけど、これがポイント。このようなブラシ持ってますでしょうか。この状態で、乳液をつける前の段階で軽くブローします。そうすると自然な仕上がりになります。まあ、本来美容室であれば中間水栓っていうのでこれ一回流したりとかするんですけど、皆さんは一般の方ですのでやらなくて大丈夫です。ちょっとブローしてみます。ブローをすることによってカールが自然になります。そしてクレパスって言われるんですけれども、このカバーかけたところが後つきやすいんで、それを取ることにもなります。で、軽くブローをすることによってちょっとカールが大きくなるんですね。で、乾かした時に自然に乾かしただけでふわっとなってくれます。こういう風にくるってやっていくにはブローする必要があります。で、ここでブローすることによってここの、角が取れます。そうすることによって乾かしただけで自然にくるっと入る前髪がこうできるわけですね。跡ついてるの分かります？ここに跡がつくんですよ。跡がついてモコってなってます。これがカッコ悪いパーマになるんですね。失敗しやすいとこです。この角ですね、ここのモコっていう角、これを取ってあげるんですね。はい、これでモコっていうのが取れるんですね。根元側をしっかりドライヤー当ててあげた方がいいんですね。根元の方をちょっとよく見てくださいね。根元の方をよく当ててるので同じようにやってください。毛先を丸めて、毛先を丸め込んで根元に熱を当ててますよね。アイドルみたいなこういう流れる前髪、あれも簡単に作ることができます。じゃあどうするのかっていうと、ドライヤーを入れた後に逃がす方向でカールができます。1、2、3、4、5秒、こちら側にカールを、アイドルの前髪みたいにしたい場合はこっちに逃がしてください。くる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 ってこっち側に逃がします。そうするとどうなるかっていうと、ここに、横に流れるようになるんですね。まっすぐ下ろすとまっすぐになります。逃がした方向に前髪が流れるように作ることができます。ここもですね、5秒経ったら、こっち側に逃がしてください。ここでポイントなんですが、前髪がちょっと弱いなという場合はもう一回巻いてください。今度はペーパーなしで巻けますから、カールがついてるので。ちょっとかかりすぎてしまったっていう場合はもうこのままロットを巻かないで2液をつけます。このカバーをつけることによってまた跡がついてしまいますから、このままくるくるくるって巻いて、爪楊枝、皆さん爪楊枝持ってますか？そしたらこの爪楊枝をここに刺すんです。そうするとどうなるかっていうと、ポコっていうところがないわけですね。なんで、このまま巻きます。巻いていって、美容室でねこういう刺しピンみたいのがあるんですけど、はい、
こうですね、巻いていって煮液つける前の段階でですね、はい、ここをカールをしっかり入れていきますね。そしたら爪楊枝でここにキュッと入れるんです。さ、止まりますよね。かなり高度なことやってますよ。これで綺麗に前髪がかかります。この状態に煮液をつけて10分置いてください。伸ばしていきながら取っていきます。ブローすればいいだけなので、この状態で煮液をつけていくんですね。ただこれだけです。ではね、この状態でこれ煮液なんですけど、煮液をこのままつけていきます。煮液はね、たっぷりつけてください。この毛先もタオルでしっかりなじませながらつけていきますね。10分放置するんですが、5分5分で2回つけてください。5分経ったらもう1回つけてください。このような感じで煮液をつけます。はい、で、はい、今はね、これ乾かしてみた状態なんですけれども、はい、このような感じに自然に前髪のパーマがかけることが可能になります。パーマが綺麗にかかってるかなと思います。はい、ここさ、ね、横にこういう風にこう流してあげると、これちょっとね、まっすぐ切ってますから、ちょっと、流れるっていうラインではないんですけれども、ここが綺麗にこうクレパスがない状態で流れてますよね、前髪が。で、顔周りのところもこのように感じに自然にかかっております。これはバックに流しても全然大丈夫ですね。バックに流すと自然な流れるスタイルになります。本当、下手したらですね、美容室でかける前髪のパーマより綺麗にかけれてしまうんですね。ちょっとまあ美容師さんには怒られてしまうかもしれない。もしくは美容師さんもこういう方法知らないんですね。僕はかなり変化球の情報を流してますので、美容師さん自体もわからない情報なんです、実際これは。まあこういうね、ちょっとコアな情報、まだまだね、もう100個ぐらいあるので、いや、もっとあるかもしれない。それなので、いろんな情報を、まあ、泣かせる範囲の内容でですね、配信していきたいと思いますので、シェアなどいいねをしていただきたいなと思います。くるくるパーマの方法とかね、いろんな、簡単にできるパーマの面白い方法とかね、ツイストパーマの裏技の方法とかね、自分でかけれちゃうツイストパーマの方法も全然あるんですね。ちょっとずつね、小出しで、アップしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、なんで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、さよなら。どうもー。